はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水の志です。今回は洛南高校、京都の、名門の高校ですね。今回は、小問問題という形で基本的、標準的なレベルの問題となっています。まあ、定期テストでは標準が応用となってくるんですが、ちゃんとやれば解けるような問題ですので、皆さんと一緒に解いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今回4桁の整数のうち同じ数字が3つ含みという形なので、例えば1000の位が A と文字式で表すと、まあ、100の位 A で、10の位が A で、1の位が B、まあ、この B がこっちに入る時もあるという形ですね。これを、各和足すと 3A 足す B と表すことができ、合わせたら6だということが分かります。この時に A と B に代入していけばいいという形なんですが、ここで、まあ、0から2で、まあ、6になってしまうということが分かるので、A は0から2の間だということが分かるので、こっちを代入したらいいかなと思います。そしたら A は0だということを代入すれば、B は6だということが分かり、また A は1の時は B は3だということが分かります。また A が2の時は B が0だということが分かり、そしたら、これを数字で表していくと、最初 A が0で B が6の時であれば、まあ、例えば6000と表すということができ、まあ、全部で1個ですね、これで。で、A が1、B が3の時っていうのは、1113とか、もしくは1131とか、もしくは1311、3111と表すことができます。その次に A が2、B が0というときは、まあ、2220、2202、そして2022。で、0はこっちにできませんね。0222はできませんね。なので、全部で何個あるかというと、1足す4足す3という形なので、答えは8個が正解となるという形でした。今回の問題ですが、まあ、地道にやるというのも一つの手ですが、こんな風に方程式からやってからやっていくと結構早くできるような問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね。バイバイ。